はい、皆さんこんにちは、今日はですね、このないではいられないという表現について勉強しましょう。このではいられないの前はないですね。ですからないではいられないという形になります。もしくはですね、もう一つの言い方は、内形のないを取って図にはいられない、こういう形ですね。これも同じ意味になります。ここではですね、注意してほしいのは、内形のないを取る、ね、こっちは取らない、ね、ないではいられない、こっちは内形のないを取って図にはいられないですね。ですから例えば、そうですね、そうですね、例えば話さないと、ね、話さないではいられないですが、もしこっちの方でね、やるとしたら、話さないは取ってください、ね、話さずには、ね、図にはいられないと、こういう形になりますよね。はい、まあ、この点気をつけてください。なぜかというと、ね、まあ、前回もね言ったと思いますが、この図というのがすでに否定の意味があります。ですから内形のないのね、否定の部分は、必要ない、これが否定の意味になりますね。はい、そしてですね、まあ、いられない、後ろはね両方ともいられないという表現がありますが、これはね、いられないっていうのは、そうですね、ちょっとここ場所がありませんから、もう一回こう消しますけれども、これはいるね、それの、可能形ですね。いられるね、可能形ね、可能形ね、それの、否定形、ない、ね、内形ですね。内形、可能形の内形、いられないと、ね、つまり、そのような状態でいることができないと、ね、そういう意味になります。で、まあ、これはどういう意味になるかというと、こうですね、 A をしない状態を維持する、ずっと A をしない、この状態を維持するのは難しいです、ね、もしくは不可能ですと、ね、簡単に言えばこうです。とても A したいんです、ね、とても A したい、どうしても A してしまう、まあ、こんな意味になります、ね、はい、いいでしょうか。それではですね、ちょっとね、ちょっと例文を見てみましょう、ね、この料理は辛くて水を飲まずにはいられない、ね、ここですね、そうですね、図にはいられない、こっちを使ってますね、はい、とても辛いです。ですからもうとても水が飲みたいんですね。とても水が飲みたい、辛いですから、ね、これは一つの、まあ、生理的な、まあ、生理的欲求ですね。生理的、まあ、欲求ですよね、まあ、体の反応ですよね。とても辛いものを食べたら、ね、水を飲みたくない、とても水が飲みたいですね。これは生理的な欲求、ね、どうしても水が飲みたいと、ね、はい、それからですね、ここ2つ目も見てみましょう。誰かにこの秘密を言わないではいられない、今度はこっちですね、言わないではいられないとね、まあ、これは、これもですね、とても秘密を言いたいんですね、まあ、とても言いたいんですね、ですからこれも、そう、これの場合はですね、まあ、生理的というか精神的なね、まあ、精神的欲求ですね。精神的欲求です、ね、はいね、はい、まあ、生理的な欲求、精神的な欲求、そしてもう一つはですね、外的状況ですね、まあ、外的状況、まあ、自分このね、生理的とか精神的というのは自分のな、ね、内的、内側ですよね、内側の状況ですが、まあ、それ以外にでもですね、まあ、外的状況でもね、こういう使います。例えばですね、政府の方針には不安を感じずにはいられないとね、これはですね、政府の方針がすごくね、心配です。本当にこれで大丈夫ですかとね、私はとても不安です。安心できませんとね。じゃあその時はですね、政府の方針には不安を感じずにはいられないとね。これはどうしても不安を感じてしまうね。どうしても不安を感じてしまう。その不安を感じるのは外的状況ね。
政府の例えば地震に対する、ね方針、ね、それから経済に対する政策の方針、ね、とても心配ですと、ね、本当にこれで大丈夫ですか、不安を感じずにはいられない、まあ、こんな形になりますね。はい、いいでしょうか。まあ、つまり、まあ生理的欲求、精神的欲求、まあ、それから外的な状況から、まあ、どうしても A してしまうとか、とても A したいという時にこの表現を使います、ね、ここはあの二重否定というところですね。気をつけてください。ないではいられないと、ね、ここで否定形、そしてここでも否定形、つまり二重否定ですよね。ここの場合はこことここで、ね二重否定になってますよね。はい、ね、まあ、これですね。ここの場合はこことここで二重否定ですね。はい、それからさっきちょっと最後にですね、あのもう一つだけ気をつけてほしいのは、もしこの図にはいられないの時はしますの場合はちょっと特別です。するの部分ですね。するは内形はしないですから、しないですよね。でもこの図にはいられないの文型の時だけはせを入れてください。せずにはいられない、ちょっとこれ古い否定形の表現なんですが、この図っていうのはちょっと古いね、固い表現になるのでちょっと特別な変化になります、ね、せずにはいられない、ね、こういう形になります。はい、これもですね非常に基本的な、大事な文型ですので、皆さん覚えてください。大丈夫ですか。例文。広瀬すずが出演するドラマは見ないではいられない。この秘密は誰かに話さないではいられない。妻は子供のやることすべてに口を出さずにはいられないようだ。あの会社から発売されるゲームはどれも面白くて買わずにはいられない。会話。最近残業が多いみたいだね。新入社員がまだ仕事を覚えていないから。それでどうして君が残業しなきゃいけないの？だって困っている新人がいたら手伝わずにはいられないもん。そっか、優しいんだね。